安住の千尋公園は長野県北安住郡松川村にある総合公園。園内に安住の千尋美術館を内包している。当園は松川村が松川村都市公園条例に基づき松川村3358番地48他に設置する都市公園である。もともと村の観光拠点として整備されたハートフルパラダイス文化公園を 1996年6月に、安住みのち美術館が完成したのを受け、安住野の,の自然に囲まれた美術館のある公園として設置されたもの。公園は4年計画で、1997年4月、安住みのち美術館が開館されたと同時に、まず約3万5000平方メートルが整備された。安住の千尋公園という名称は、全国公土により825通の応募作品の 中から選ばれた。2016年には美術館の北側に約1万7000平方メートルが拡充され、体験農園、体験交流館、トットちゃん広場が新たに整備された。同年7月23日、公園拡充整備工事の竣工式が行われ、体験型施設としてグランドオープンした。公園内に新設された建物の名称は、 公園運営ボランティアであるサポート隊により、体験交流館、もえの行動に決定された。総面積は53,500平方メートル。公園部分は雑誌を3本抜けば、無料で入園できる。トットちゃん広場は、冬季休館あり。安曇野千尋公園の北エリア整備について、2013年ワークショップを開催し詳細について検討する中で、体験学習スペースを備えた。 維持管理に対応できる施設を建設することになった。2015年7月に寄港し、翌2016年7月にオープンした。体験交流館では、地元産の食材を使い、食作りの体験ができる。モハトデファニトットちゃん広場では、窓際のトットちゃんの世界を再現している。東京都のともえ学園にあった、電車の教室、図書室とともえの行動が移設されている。 モハとデハに窓際のトットちゃんに登場する鉄道車両の校舎を再現するために松川村が長野電鉄から譲り受けた。電車の図書室を再現したモハイコールモハ604と電車の教室のデハニイコールデハに201がある。デハニ201は1980年4月まで運行していた。2014年10月12日に長野電鉄から 安住の千尋公園へ移設された。移設当日は前日から特別お泊まり会を実施し、村内に宿泊した参加者約70名や松川村民と電車を迎えるイベントも行われた。デファには黒谷の儀が自身の幼少時代を綴ったエッセイ窓際のトットちゃんに登場する電車の教室を再現しており、運転席後部に貨物置き場がある。もう一両の もはは500冊の本を自由に読める図書館として開放している。1997年には財団法人岩崎千尋記念事業団によって岩崎千尋と世界の絵本画家の作品に触れられる絵本美術館が開館した。建物の設計は1977年に開館した千尋美術館東京と同じ内藤博士建築設計事務所であり、初代館長は 松本武氏である。毎年6月、松川中学校の生徒と花が咲いている村づくりの会会員により、公園内大花壇にブルーサルビアの定食が行われている。チェコの絵本画家、アーティストの首へタッパツオースカーがデザインした池から美術館へと広がるエリア。八つの石のオブジェが点在している。 初代館長の松本武氏が、イタリアのボローニャでパツウスカーに面会し、公園の一部デザインを依頼、その後来日し、松川村を訪問したパツウスカーは、建築家の内藤博と共に造成中の敷地を見て、周り、池や石のデザインを決めたという。池は、大小2つの正方形が組み合わせられている。大きい池は14メートル四方で、色は白黒ベース。 小さい方は8メートル四方で、色は赤をベースにして数字がデザインされている。夏には池で水遊びをする光景も見られる。オブジェの石は土地造成の際に出土された花崗岩を半分に切断し、絵を描いたりステンレスの鏡を貼るなどのデザインが施されている。公園周辺の地図公園は、 小高川支流の父側のほとりにあり、周辺には有明山社や松川神社のほか、温泉宿の鈴虫層がある。ありがとうございます。